こんにちは。高橋デンタロイズの高橋昇です。徳山デンタル、エステライトアステリアの開発スーパーバイザーです。ヨーロッパの著名なドクターにも開発アドバイザーとして参加していただきました。アステリアの開発コンセプトはシンプル&エステティックです。一色もしくは二色の CR 充填にて優れた神秘性を表現できます。エステライトアステリアエッセンシャルキットには5色のボディシェードと2色のエナメルシェードが含まれ、計7色で天然芝の幅広い色調をカバーします。ボディ色は光の抜けを防ぐ十分な遮蔽性と適度な透明性を兼ね備え、単独でも十分な神秘性を発揮します。またわずかなベベルでも質素と色調がよく馴染み、マージンが見えにくくなっています。HB から A4D でほとんどの天然芝にシェードマッチングします。ホワイトニングした白みの強い歯には BL を用いましょう。エナメル色は天然エナメル質の色調を適正に表現できる透明性を備えています。全紙は NE 一色でほとんどのケースをカバーします。ホワイトニング後の白みの強い歯や A1 程度の歯には WE を使ってみましょう。旧紙光合面には OCE を使用します。コンポジットレジンの色調は添加色素の組み合わせと量で決まりますが、アステリアではマトリックスやフィラーの構成元素にまで調整を加え、コンポジットレジンの光学的特性を飛躍的に改良しています。これは徳山デンタル独自の球状フィラー合成テクノロジーが可能にした画期的手法です。またラップテクノロジーにより環境効果での操作時間の延長と迅速な光重合が可能になりました。